野々市市の花木椿が鑑賞できる愛とは花のギャラリー野々市椿館。今年2月上旬、野々市市内で生まれた4品種のうち3品種が揃って開花を迎えました。野々市ゆかりの3つの品種が椿館で開花したのは初めてのことです。つつましやかで、プライドを持って、冬の寒い冬を見事に彩ってくれる花、このことに自分は魅力を感じております。野々自慢、今回は野々市ゆかりの椿を紹介します。2017年3月に開館したこの施設では、およそ300品種700本余りの椿が植栽されています。日本椿協会野々市支部事務局長で椿館の管理をしている高見さんに、野々市ゆかりの椿について伺いました。まず野々市という名前のついた椿、野々市、それからもう一つが太平の里、いおりの梅雨、そして草園という4種類が登録されております。野々市ゆかりの椿ということで、ここの椿館にぜひ置きたいなというふうに思っている椿です。残念ながらいおりの梅雨が今この椿館にはなくて、どなたかお持ちではないかなということをいろいろ探しているようなところでございます。それぞれの椿にどんな特徴があるのでしょうか。この野々市という種類、登録をされたのは1974年、昭和の49年になります。淡いこのピンク色を時色という表現をしております。可憐で美しい花ではないかなということで、皆様に愛されている椿です。開館以来展示していた野々市ゆかりの椿はこの野々市のみだったそうです。次に紹介してもらったのは、これを見ていただきたいんですが、これが太平の里、八重咲き、牡丹咲き、中輪と、そして鮮やかな赤、初代野々市町長でありました中島英治さんのご実家に、ございました。そして、そこから私ども探しておりましたらあるよということだったもんで、取り木という方法で枝からいただきまして、それを4鉢こちらの方で育てました。一昨年ですかね、いただいたのは。それで、今年に入って花を咲かせてくれました。もう一つご紹介をします。こちらです。一重筒咲き中輪の淡い桃色をした花です。これの特徴はですね、とってもいい香りがするんです。ここへ来た小さい子供たち、幼稚園ぐらいの子供でしょうかね、春の匂いがするというふうに言ってくれました。とっても、可憐な花なんですが、これも、一昨年私どもいただきまして、去年から花をつけてくれました。そして今年は2年目になります。まだまだつぼみもいっぱいありますので、見ごろがまだ続くんではないかなというふうに思っております。こちらの草園は市役所庁舎で管理されていることが分かり譲り受けたそうです。高見さんが説明してくれたように、野々市ゆかりの4品種のうち、いおりの梅雨は現在のところ市内で所有者が確認されていません。もしかしてあるかもしれんなみたいな情報は少しずついただいておりますので、またそれがはっきりした時にはまたいいお知らせができるのかな、なんとも思っておりますけれども、早く見られるようになることを期待したいですね。また去年3月には野々市中央公園が国際優秀椿園に認定されました。令和2年にその国際椿会議がちょうど長崎県五島市で行われた際に
認定をいただくことになりました。その結果、ここが国際優秀椿園として、全国で9番目の日本で9番目の国際優秀椿園に認定という経緯でございます。どのようなところが評価につながったのでしょうか。まずこの公園が管理状態がいいこと、それからここにある花を見ていただくとよくわかると思いますが、札がついています。その札には英語表記が入っています。そして QR コードがついています。こういうことって、もし国際優秀椿園になると外国の方が来られるんです。外国の方が来られた時に見てわかるような、そういう対応をしているかどうか、それから私どもがこうやって説明をしているように、多くの方に椿に関する理解をしてもらうための活動をしているかどうか、こういうことが申請の条件になります。さらにこの地域に溶け込んで、その公園が有効に椿をアピールしながら有効に役に立っているかどうか、なんてことが見られます。日本国内では九州に5つ、伊豆大島に3つの椿園が国際優秀椿園に認定されているので、野々市中央公園は本州で初の認定となりました。今年は野々市市が市政施行10周年を迎える節目の年ですが、何か今後の取り組みはありますか。野々市市では、文化協会が中心となって椿祭りというのを例年3月に行っています。この祭りの中で、今年は10周年なので何かやっぱり、冠的な事業をやれないかなというような計画もあります。その時にはこの椿祭りにの主会場は野々市の文化会館フォルテなんですが、第2会場がこの椿館なんです。椿館とその周辺ということになりますので、それをリンクさせながら、椿をアピールしていきたいなというふうに思ってます。野々市市では椿を街づくりのシンボルとしています。多くの椿の花が咲く椿館で、その魅力に触れてみてはいかがですか。